はい、皆さんこんばんは。ですね、はい、町へ行こうよ動物の森実況動画、今回はね第5回目、今回もね誠がやらせていただこうと思ってます。まあ僕しかやる人がいないんですけどね。はい、そんなわけでね始めていこうと思います。それで今回はねそんなに長くはしないです。何しろもう時間が時間なので、はい、ちょっとね見知らぬ猫出ました。今何時ですかってことで、はい、午前2時19分ですね。もうほとんどの人はねお休みになっている頃かと思います。僕もねこれをちょっと少しだけやってそろそろ眠ろうかなと思ってるんで、でですね、じゃあちょっと、村の画面を出しますんで少々お待ちくださいね。はい、こんばんは。改めまして誠です。で今回はねちょっと夜の村も見ていただこうかなって思ったのと、まあ夜って言っても本当もう真夜中になっちゃったんですけど、あとねちょっとまた昼間ねやり残してた花、まあちょっと時間も本当夜中なんで、植えるのはねまた明日にでもやるとして、今日はねちょっと今日はっていうか今回は、あこれね昼間見つけれなかった、落とし穴だったよ、落とし穴だったなんてこと、化石かと思ってたら、これはねまあこういうトラップもね村には仕掛けられてることがあります。で花をねちょっと回収するだけ、花の回収だけしちゃって終わろうかなと思ってます。よいしょ、そうすればねまた明日の時間節約にもなりますし、あ見えますこの木の横、これはね多分化石、あ今フンコロガシが飛んでったの分かりました。このね雪の玉、これをね転がしていくんですよ。で話を戻します。これね昼間探しても見つからなかった化石なんですよ。でヤマトが欲しがってたシソチョウが出るかわからないけれども、はい、こうやってね化石を掘って、でこれをね博物館へ持ってって鑑定すると何の化石かっていうのがわかります。これはまたね朝昼間にでもやります。ただね博物館の館長さんはねフクロウなんですよ。なんで本当はね昼間行くと寝てるんだけれども、あじゃあこの化石の鑑定もついでだからやっちゃいますか。寝てるとこ起こしてやってもらうのも悪いんでね。またフンコロガシ飛んでったの分かりました。あもうこれで持てないな。よいしょ、おブレンダさんがまだ起きてますね。ん？どうした？ああ、そうそう。ブレンダさんにね、家に招待されてたんですよ。でもね、僕、今回ちょっと仕事の関係上、行かれなかったんですね。悪いのは僕の方なんです、本当は。でもね、こうやって動物は優しいので、僕が悪くなかったような言い方してくれるんですね。いや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 、本当はこっちが悪いんです。ごめんなさい。いや、埋め合わせは僕の方もやらせてもらうんでね。また一緒に遊んでください。今日はもう遅いんで、早く寝てくださいね。あ、もう打てないんだ。ね、こうやってね、今ね、住民でほとんど寝てるのが、寝てるんじゃないかな、もうほとんどの住民はね。起きてるのは多分ブレンダさんぐらいだと思います。このゲームはリアルタイムとシンクロしてるんで、夜中は夜中でね、
まだ何か起きてる人いるな。誰？あ、マーサ。あ、マーサまだ引っ越しの準備してるからかな。まあとりあえずちょっと覗いてみますか。あ、マーサまだ起きてた。わかりました。頑張ってください。今日は徹夜でやるのかな。それじゃあね、花がそろそろいっぱいになっちゃったので、博物館のとこへ行って、あ、ペチカもまだ起きてる。この時間はまだ起きてるんだ。いや、僕はそろそろ休みますよ。うん、天体オタク、星が好きなんですね、フーコっていう子は。寝ちゃってもずっと同じネタで盛り上がってるって、ちょっとそれはちょっと迷惑な話ですね。だねー。はい、じゃあね、ちょっとコスモスあったかな。コスモス植えて、よし、こんな感じで。ここもね、もっと花いっぱい植えたいですね。よし。で、博物館、博物館はね、これフータ、こっちはねフータって言います。お兄ちゃん、ようこそいらっしゃいました。あ、私にご用ですか。はい、ですね、化石の鑑定をお願いします。はい、これをお願いします。スティラコ、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 M 言いづらい。スティラコの体、スティラコっていう恐竜ですね。うん。はい、これね、こうやって、まだこの博物館に揃ってないっていう化石なんですが、まあ始めたばっかなんでね、これが初めての化石です。いろいろとね、物を寄贈することによって博物館もね、どんどん大きくなっていくので、大きくなるっていうか充実していくので、うん、じゃあその化石を預かってください。ですね、完成したらまたみんなにも見てもらおうね。いや、特にもう大丈夫だよ。いや、僕も頑張ります。じゃあね、今のがお兄ちゃんのフータです。で、博物館はね、兄弟でやってます。これが今言った天体オタクのフーコちゃん。うん。まあね、この音はストーブの音です。そろそろ時間が、タイマーが切れますよって音ですね。で、フーコちゃん、今回はね、ちょっと、あれなんで、顔見せだけってことで。で、本当ならね、あの天文台で星をね、作ることができます。星を作る、星座を作ることができます。で、こっちはね、喫茶店。はい、喫茶店。マスターはハトですね。一杯200ベル、せっかくだからお願いします。ここはね、ずーっとやってるんですよ。24時間休みなしで。マスター大変だな。いつ寝てるんだろう。あー、ごめんなさい。すいません、失礼しました。
あ、メガネ。よいしょ。はい、こうやってコーヒーを飲むこともできます。うん。まあこれだけなんですけどね。ただね、毎週土曜日ここにね、トタケケっていう犬が来てライブをやってくれます。それがね、すごい楽しみでもありますね。よし、またその時お見せしますね。はい、それじゃあね、今回はとりあえずこの辺にしておいて、花の回収、まあこんなもんかな。またね、こういう花もどんどん植えていこうと思います。はい、それじゃあね、じゃあ最後にここにバラだけ植えて、よいしょ、バラ、赤いバラ、白いバラ、白いバラ、赤いバラ。あ、この場所はもういっぱいだ。ちょっと移動してここに赤いバラ、白いバラ。はい、こうやってまとめておけば花に水をあげるときもやりやすくなりますし、またね、レアな花が咲く場合があるので、花は同じ花同士で集めた方がいいですね。はい、それじゃあね、今回がこの辺で終わりにしたいと思います。はい、じゃあ動物の森、町へ行こうよ動物の森、第5回目の実況も誠がやらせていただきました。はい、どうもありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。